According to Wikipedia, it writes about Singnam Marano as follows. The term of Marano originally stands for a sort of a disparaging word which means Jew who converted to Christianity in order to avoid persecution but continued to practice their religion secretly. Singnam Marano or Maranu's hand is its hand gesture of the Marano, though it is now widely used as a hand symbolic gesture of justice. Ahiroshi Hayashi also understands that Singnam Marano is being used as a symbolic hand gesture of Illuminati as well as a hand gesture of Jesuit.マラーノという言葉はもともとは迫害を逃れるためキリスト教に改宗したユダヤ人を意味する別種語として使われていました。そうしたユダヤ人たちはキリスト教徒のふりをしながら密かにユダヤ教を信仰していました。マラーノの手は現在正義を意味するハンドジェスチャーとしても広く使われていますが、もともとはシグナムマラノ、つまりそのマラノであることを示すハンドサインということになります。で、このハンドジェスチャーは同時にイルミナティ、さらにはイエズス会のメンバーたちによっても使われています。広し林し、浜祭り、ジャパン。アメリカの初代大統領のジョージ・ワシントンはフリーメイソンおよびイルミナティのメンバーでした。そのことはよく知られた事実です。つまりアメリカという国はもともとはフリーメイソンによって作られた国ということになります。そうした証拠がいくつか残っています。その一つがワシントンモニュメントということになります。ワシントン記念塔の土台を掘る作業は1848年春に着工された。礎石はワシントンが所属していた世界規模の UI 組織で今なお存在するフリーメイソンが主催した独立記念日の式典の一環として施設された。当日の演説では合衆国はそれ以降もワシントンを崇拝し続けるであろうといった内容が示された。祝賀者の一人はもうワシントンが我々の時代に戻ってくることはないだろう。しかし彼の美徳は人類の心に刻み込まれた。戦場で大きな成果を上げた者は、ワシントンの指揮能力を見上げる。その教えによって、日々賢くなる者は、ワシントンを手本にしていると感じる。そして人々の絶望に反して、権力を放棄する者は、その目にワシントンのような輝きを抱くのだ、と書き記している。で、皆さんをジョージ・ワシントン・メイソニック・ナショナル・メモリアルに案内します。ここがそのメモリアルです。で、そのメモリアルの前庭にはフリーメイソンのシンボルマークがはっきりと刻み込まれています。ジョージ・ワシントンはフリーメイソンでした。そしてその上位団体のイルミナティのメンバーでもあったようです。が、それだけではありません。これがジョージ・ワシントンの座像ということになります。その
ジョージ・ワシントンの像を見ていただきたいと思いますが、上半身裸で向かって左側の右腕を高く上に上げています。このポーズはバフォメットのポーズと酷似していると、まあ広く言われています。つまりジョージ・ワシントンはバフォメット教、つまり俗に言う悪魔教の信者であったということにもなります。が、ここで注意していただきたいことは、悪魔教と位置づけているのはローマンカトリックであるという点です。左がジョージ・ワシントン、右がバフォメットです。そのハンドジェスチャーに注意してください。親指と人差し指と中指を伸ばしています。そして薬指と小指を軽く曲げています。ハンドジェスチャーも、まあ、この場合は大変よく似ているということですね。まあ、軽く中指を曲げているということです。さらに詳しく調べてみます。ジョージ・ワシントンの肖像画の中にはこんな絵も残っています。この肖像画の向かって右側、ジョージ・ワシントンの左手に注意してください。中指と薬指がくっついているのがわかります。シグナム・マラノ、つまりマラヌスの手です。隠れユダヤ教徒の別紙語がマラノです。イルミナティ、そして後のイエズス会のシンボリックなハンドジェスチャーとしてもよく知られています。そして1500年後のイエス・キリストの操り人形芸術家であったミケランジェロもそのマラヌスの手を表現しています。ミケランジェロの代表作ペーター像です。このマリアの向かって左側の手に注意してください。そして90度回転して左右反転しますと向きが同じになります。中指と薬指をくっつけているのがわかります。つまりこのような形で1500年後のイエスは自分の立場、そして正体を表明したということになります。これがシグナム・マラノ、マラヌスの手です。つまりイエス・キリストのシンボリックなハンドジェスチャーということになります。同じような手を1500年後のイエス・キリストは自分の絵画の中に残しています。これがシスティーナ礼拝堂の、まあ、天井画、壁画ということになります。中央に描かれているのが神ということになります。やはり中指と薬指がくっついている点に注意してください。シグナム・マラノ、マラヌスの手です。さらにこの絵を見てください。神と人間が今まさに指と指を触れ合うその瞬間ということになりますけれども、この神も、そして左の神ですよね。神もやはり中指と薬指がくっついている点に注意してください。このようにして、まあ自分の立場を表明したということになります。シグナム・マラノ、つまりマラヌスの手です。日本ではあまり馴染みのないハンドジェスチャーですけども、欧米では大変重要視されています。ここが今日のポイントの一つになりますから、もう一度おさらいしておきたいと思います。マラノという言葉は、もともとは迫害を逃れるため、キリスト教に改宗したユダヤ人を意味する別紙語として使われていました。そうしたユダヤ人は、ユダヤ教をキリスト教徒のふりをしながら、密かに信仰していました。マラノの手は、現在、正義を意味するハンドジェスチャーとしても広く使われていますが、もともとはシグナム・マラノ、つまり、そのマラノであることを示すハンドサインということになります。マリア教徒化したローマンカトリックは、ユダヤ教のみならず、多宗教を徹底的に弾圧しました。まあ、その中の一つがユダヤ教であったということになります。そしてその後、そのマラヌスの手はイエズス会に引き継がれます。イエズス会というのは、イエスの仲間の会という意味です。シグナム・マラノ、マラヌスの手です。もう一度、ミケランジェロなる
芸術家が彫ったとされるピエタ像を見てください。向かって左側、マリアの右手です。中指と薬指がくっついているのがわかります。まあ、このような形で、1500年後のイエス、キリストはですね、ミケランジェロという操り人形芸術家を通して、自分のアジェンダを示したということになります。つまり、ここに彫刻されているのは、イエス・キリストなんだよということを、このような形で示したということになります。中指と薬指がくっついています。ニコ・ジェロルドさんは、このハンドジェスチャーは、イエズス会、もしくはイルミナティのメンバーであることを示していると教えてくださいました。まあ、イエズス会が生まれたのは、この彫刻ができた後ですから、その後、イエズス会にその精神が引き継がれたということになります。フランシスコ・ザフェルもやはり、マラヌスの手を表現しています。中指と薬指がくっついている点に注意してください。フランシスコ・ザフェルです。やはり中指と薬指がくっついています。つまり、イエスの仲間の会であることを示しました。つまり、このような形で、アンチ・マリア教、アンチ・マリアの立場を表明したということになります。同じ、まあ、ローマンカトリックにありながらですね、まあ、隠れユダヤ教徒たちは、このような形でマリア教に抵抗したということ、ふうにも理解できます。薬指と中指がくっついています。そしてこの、まあ、ハンドジェスチャーがですね、同時にイルミナティのハンドジェスチャーにもなっています。中指と薬指がくっついています。つまり、イエスの仲間の会という意味です。そして1900年後のイエス・キリストの同じく操り人形芸術家であったウィリアム・ブーグローです。そのブーグローもやはりマラヌスの手を表現しています。マリアの手に注意してください。中指と薬指がくっついていることがわかります。そしてイエス自身もですね、向かって右側、イエスの左手はマラヌスの手です。そして左手はですね、これはサバジオスの手です。まあ、それについての動画は別のところで説明しましたから、またそちらの方でご覧になってください。ともかくも、このイエスは向かって右側の手で、マラヌスの手を表現し、左手でですね、サバジオスの手を表現しています。そして、マリアの手は、マラヌスの手を表現しています。シグナム・マラノ、つまり、マラヌスの手です。注意深くご覧ください。繰り返します。イエスの向かって右側の手はシグナム・マラノ、マラヌスの手を表現しています。そして左側の手はサバジオスの手を表現しています。サバジオスというのは現在のトルコ、トゥルニシアン、フリジアンの古代の神でした。そのサバジオスの手をジョージ・ワシントンが表現しています。そしてもう一枚の肖像画の方ではですね、向かって右側、ジョージ・ワシントンの左手に注意してください。この手は、シグナム・マラノ、つまり、マラヌスの手を表現しています。そして、バフォメットも基本的には、サバジオスの手を表現しています。親指、人差し指、中指を立てて、残りの2本を軽く曲げています。サバジオスの手です。こうして、キリストによるキリスト教の世界の神が一つに繋がっていきます。そして言うまでもなく、それをまとめ上げているのがフリーメイソンということになります。そしてそのフリーメイソンのシンボル的なマークがこの Eye of Prometheus ということになります。そしてそのさらにその上位団体がイルミナティということになります。やはり目のマークを使っています。さらに謎が深まります。今も言いましたように、この目はプロメテウスの目です。つまり、延期の目です。が、ローマンカトリックの方では、Eye of Prometheus を Eye of Providence、つまり、摂理の目と説明しています。が、これは摂理の目ではありません。プロメテウスの目です。延期の目です。その説明は、この後に続く動画の中で詳しくします。ここでは簡単に説明しておきますが、まあ、中央、下に今その目が出てきます。私、林博が発見した範囲の中では、
最も古い目ということになります。これが延期、つまりプロメテウスの目ということになります。その延期の正当な息子がマルドゥックということになります。まあ、その後、マルドゥックがこの目を自分のシンボルマークとして使ったということになります。つまり、このような形で目で繋がっていきます。プロメテウスの目です。で、これがウルのゲーム版と呼ばれているものです。が、これはゲーム版ではありません。神々のカレンダーです。そこには5種類の文様が、まあ、描かれています。いわゆる5人の神が描かれているということです。そして中央下が延期、つまり延期の申請数である40を表した、まあ、マークということになるわけですね。8方向に伸びるのは金星です。太陽系を外側から数えますと、金星は8番目の惑星ということになります。ですから、イナンナ・イシュタールは金星、すなわち8方向に伸びる星を自分のシンボルマークとしていました。イナンナ・イシュターは、ウル区のエナと呼ばれている特別区を居住区としていました。これはウルに残るゲーム版と言われているものです。その中には5種類の文様が刻まれています。一つの例ですけども、この 5×420 はですね、シャーマシを表していると私、林博士は判断しました。これはバビロニアに残るバウンダリストーンから起こした絵ですけども、この中には神々の構図が表現されています。左上からアヌオ、エンリル、エンキとなります。そして右上からイナナイシュター、そしてからシャーマーシュ、そして下がですね、右下が、これがニンフルサムです。そしてそれぞれの紙にはですね、申請数が割り当てられていました。この中で注意していただきたいのが、延期の40です。延期の40に特に注意してください。40は延期の申請数ということになります。そして、ウルで発見された、この、まあ、ジョー・プアビの遺骨とともに発見された、このゲーム版はですね、に注意していただきたいんですけども、向かって一番右ですね、目が4つ描かれています。つまり、40を表します。20枠で囲ったのはですね、10です。すなわち40です。で、8っていうふうに順番に照合していきますと、ぴたりとこれが一致するわけです。そして40、すなわち延期ということになります。プロメテウスです。その息子がですね、マルドゥックです。正当な、まあ、方法で、延期からマルドゥックに王位が譲渡されました。ともかくも40は延期であるということですね。そして延期のシンボルマークが目であるということです。これが女王プアビの墓から発見されたアイテムですけども、その中にも目と、それからまあ、8方向に伸びる、イナナ・イシュタールの、まあ、星のマークが描かれています。金星のマークです。そして8方向に伸びる。これがまあ、イナナ・イシュタールのシンボルマークであり、40、すなわち10が4つで40ですね。これが延期のそのシンボルマークということになります。まあ、このような形でですね、まあ、これが延期の目である、すなわちプロメテウスの目ということになります。これが世界最古の私が発見した範囲では、目ということになります。バイ・林博士発見です。まあ、これが、まあ、ハンドバッグのようなものですけども、まあ、現地では、バケツと言われているものです。まあ、いろんな風におっしゃるもんですね。要するにこれが延期の目、すなわちプロメテウスの目ということになります。そしてその王位を譲り受けたマルドゥックの目ということになります。現在はマルドゥックがこの地球を支配していると私、林博士は考えています。つまり、こうして並べて考えますとですね、キリストイコールマルドゥックという図式がここで浮かび上がってくるわけです。今度は左の方を見ていただきたいと思いますけども、こうして目と目で繋がりました。すなわち延期の息子のマルドゥックということになって、その流れがですね、イルミナティからフリーメイソンへと繋がって、現在のアメリカへと繋がっているということになります。その間を繋いでくれたのが、ワシントンの像ということになります。左上が延期、すなわちプロメテウスの目です。そして、それがマルドゥックへと繋がり、そして、その、流れがですね、現在の、まあ、フリーメイソンの流れへと繋がっているということになります。こうして、目を通してですね、神々が繋がりました。そして、マルドゥックイコールラーであることも分かりました。それについての説明も、この続く動画の中でします。ともかくこれがブーゴロの書いたイエス・キリストの絵ですけども、まあ、分かりやすいのでこの絵を使いましたけども、そのイエス・キリストの向かって右側は、これはマラヌスの手、左側はサバジオスの手を表現しています。そして手で、まあ、ハンドジェスチャーで神々が繋がりました。その間を繋いでくれたのが、今でもなく、ワシントンの像ということになります。そして中央下のバフォメットへと繋がっていきます。見るからに、まあ、見苦しいと言いますか、恐ろしい形相の神ですけども、あえてこのような
まあ、表現をしたと、私、林浩司は考えています。人や神を人、まあ、その姿や形で選んではダメだよということを、このような形で、まあ、イエス・キリストはですね、現在の私たち人間に教えているということになります。あえてこのような見苦しい顔をしてですね、まあ、人や人、まあ、神をですね、見かけで選んではいけないよと、そのように教えていると判断できます。そして左上が、まあ、プロメテスの目ですね。そして右上がですね、これが、イルミナティのシンボルマークです。目で繋がります。そしてその目は、マルドック、さらには、エンキッへと繋がっていきます。続く動画の中で、さらに詳しくそれを説明しますので、興味のある方はどうかそちらをご覧になってください。ともかくも、何でもない、ワシントンの像ですけども、その向こうにはこのような謎が隠されていたということです。ワシントンの像を通してみると、すなわちイエス・キリストイコールマルドックということがわかるということです。わかったということですね。Bye for now. Wikimedia writes about the Eye of Providence as follows. The Eye of Providence is a symbol depicting the all-seeing eye of God in a triangle and or surrounded by rays of glory. It can be a real Christian symbol, in which case the triangle stands for the Christian Trinity, butIt was also taken up by 18th century Freemasons. In the 20th century, it was adopted as a symbol of Cao Dai, which is a new religious movement founded in Vietnam. No, no, no! The Eye of Providence is a symbol of Illuminati and Freemason, not of Christianity.It originated from the eye of Prometheus. Here is its evidence and proof. The eye of providence, つまり、摂理の目というのは三角形で囲まれた神の目ということになっています。ウィキメディアにも次のようにあります。The eye of providence は正しくは、キリスト教のシンボルである。目を取り囲んでいる三角形は、キリスト教でいう三位一体を表している。周りの光線は、栄光を表す。が、18世紀まではフリーメイソンによっても取り上げられていた。20世紀になってからは、カオダイ、つまり、ベトナムの新しい宗教運動のシンボルとしても採用されていると。No, no, no! 摂理の目はイルミナティとフリーメイソンのシンボルです。キリスト教のシンボルではありません。もともとは The Eye of Prometheus、つまりプロメテウスの目でした。その証拠と証明をこの動画の中でお見せします。広し林、浜松シティ、ジャパン。繰り返します。The Eye of Providence は、もともとは The Eye of Prometheus、つまり、プロメテウスの目でした。それを順にこの動画の中で証明します。ジョー・プアビが君臨したメソポタミアのウルからこのようなゲーム版なるものが発見されています。現在このゲーム版なるものは大英博物館に所蔵されています。世界最古のゲーム版と呼ばれています。これはゲーム版ではありません。カレンダーです。今そのゲーム版なるものを皆さんにご覧いただいてますけども、このゲーム版なるものには5種類の文様が描かれています。5種類あります。で、まあ、簡単にこれがカレンダーであることを説明しておきます。
右から7つが7曜日を表します。そしてチップ、あるいはコマのようなものを毎日1個ずつ動かしていきます。で、1回動かしましたら、左の方に1つずつコマを進めていきます。こうして 7×13 で91という数字が出てきます。これを4シーズン繰り返しますと364になります。何らかの形で、まあ1を足しますと365になります。この方式は私たちがトランプと呼んでいる、まああのトランプですね、カードのカレンダー説と一致いたします。このウルの原版イコール、まあ、カレンダー説は、バイ・林博説によるものです。まあ、このようにして、まあ、これはカレンダーとして使っていたということですね。で、模様が一致したときには、その神の日だということに、まあ、定めていたのかもしれません。それは私の、まあ、仮説です。ともかくもこれは原版ではありませんが、これは今日のポイントではありません。ここに5種類の模様が描かれているということです。で、それをこれから順に説明します。まあ、この、カレンダーの使い方は別のところで詳しく説明しました。で、これからその5種類の模様を見ていただきます。これが、まあ、イナンナ・イシュターの模様であることはもう言うまでもありません。八方向に伸びる、まあ、金星を表しています。そして右がイナンナ・イシュターです。メソポタミアでは、イシュターと呼ばれていました。で、これがウルクですね。あの、ウルクの残る、まあ、あの、レリーフです。で、このイナンナ・イシュターがこのように描かれて言いますけども、ウルクがイナンナ・イシュターの本拠地ということになります。ギルガメシ物語の舞台ともなったのがウルクです。で、これがイナンナ・イシュターであることは、いいですね。そしてそのもう一つこの5が4つ書いてあります。これは5子20で20を表します。20というのはシャマーシュの神聖数です。なあち、まあ、イシュターとシャマーシュは、まあ、兄弟関係にあったと言われています。そして後にですね、イシュターとシャマーシュが組んでキリスト教を立ち上げます。20はシャマーシュの神聖数です。太陽を表しています。右がもしその紋章です。で、一番右がですね、これがシャマーシュの世界最古のレリーフと言われています。頭の周りに、まあ、あの、ハローをつけている点に注意してください。その先に光線が伸びています。で、神々の、あの、バビロニの神々について復習しておきます。で、頂点にイシュタールが立ち、左に神、そして右にシャマーシュがいます。で、それぞれの神の神聖数をこれから皆さんにご覧いただきます。アヌ号ですね。そして、ここにいるのがエンリルです。そして、その下にいるのがエア、すなわちエンキです。そして、ここにいるのがイシュターです。イナンナですね。日本ではイナンナと呼ばれていました。で、これがシャーマーシュです。そして、その下にニンフルサグです。エンキのお姉さんとも言われています。まあ、エンキと組んで、人間の改造をしました。それぞれの、神聖数をこれから お見せしますから、注意深くご覧ください。アヌ王は60です。アヌ王は60です。そしてエンリルは50です。そしてエア、エンキは40です。ここが重要です。エア、エンキは40です。そして、イシュターは15です。神聖数は15です。そしてシャーマシュは20です。そしてニフルさんは12です。ここで重要なのは、延期が40であるという点です。これが延期の神聖数です。で、その神聖数40について、もう一度考えてみたいと思います。先ほど紹介しました5種類の文様をもう一度見ていただきます。これが5種類の文様です。一番上の左が、これはイナンナ・イシュターのシンボルマークです。金星を表します。で、その、順にこれからこの文様の謎を解いていきますけども、これはイナンナ・イシュターの文様であることには間違いありませんね。そして、ここに死後20ですから、これはシャーマシの文様ということになります。で、5はですね、これ50と読みます。50と読みますと、これエンリルです。で、12は言うまでもなくネイフルサングです。そして40が延期の、まあ、申請数ということになります。で、20枠は10と数えます。ですから、15の5は50と数えます。そして一番右も4ではなくて20枠になってますから、40と、まあ、読みます。そうしますと、神々の申請数とパーフェクトに一致します。
60がアヌオ、50がエンリル、40がエンキ、12がニフルサグですね。それから20がシャーマッシュ、15が、イシターということになります。イシターは8方向に伸びる、イナナイシターはですね、8方向に伸びる星をかたどっています。で、ここに12がニフルサグ、12称号しているわけです。ここが重要ですね。これで40、40で、40というのは、これは延期の、申請数であることがわかります。こうして、40という申請数と、そして上の、目の模様ですね、と重なります。つながっていきます。すなわち、目の模様は延期であることを示しています。ここが重要です。目の模様は延期であることを示しています。その延期の息子がマルドックということになります。延期の息子がマルドックということになります。こうして一番向かって右に注意してください。目が4つで40。そして40は延期の申請数である。そしてその申請数、延期のですね、息子がマルドックであるということになります。ここが重要です。延期の息子がマルドック、すなわち40ということになります。さらに、ダメ押しをしておきます。同じウルからこのようなハンドバッグのようなものが発掘されています。現地の考古学者の先生たちはこれをバケツと説明していますが、バケツなんかではありません。もっと意味のあるものです。そのハンドバッグのようなものの表面には2種類の文様が彫刻されています。上がイナンナ・イシターの文様です。下にはですね、目が4つ彫刻されています。40、すなわち延期のシンボルマークであると同時に、延期の申請数ということになります。ちょうど、延期のいたエリドゥと、それから、イナナイシターのいたウルクの間に、ウルがあったということから、その調和を保つために、このように2種類の文様を刻んだと、林博士は判断しています。そして、この目がですね、後の、イルミナティのシンボルマークと、なっていきました。by 林博士説です。そしてこの目がですね、私が知る限り、私が発見した範囲ではですね、最も古いイルミナティの目のシンボルマークということになります。by 林博士説です。注意深くご覧ください。ここで初めて、歴史上初めて目が登場するということです。そしてその目が、後のイルミナティのシンボルマークとなっていったということになります。by 林博士説です。古代の核戦争について、ゼカリア・シッチンは次のように説明しています。マルドックとアヌナンキの関係です。その一部を翻訳してみました。およそ4000年前、アヌンナキの大部分は地球を去った。同時に、シナイ半島の宇宙基地と、ソドムとゴモラを核で破壊した。しかし、イエ、つまり、エンリルの長男、マードックは、彼の忠実な王と共に、地球に残った。バビロニアに残る神々の構図によればですね、今、上の赤い枠の部分がイエ、つまり延期です。そして、その左下に位置するのがマルドックということになります。つまり、一応延期の息子がマルドックという位置づけになっています。マルドックは過去において人間の女性と結婚した。その女性というのは、アヌンナキと人間の混合種であった。それゆえに、つまり人間の女性と結婚したため、ニビルへ戻ることを許されなかった。人間は天国、つまりニビルへ入ることを許可されていなかった。イーノックのような例外は時と場合にはあるが、そうでなければ許可されたとしても短期間のものであった。イーノックは創世記第7章によればですね、神と共にこの地球を去ったとあります。そのためマードックはハイブリッド種の妻と一緒に暮らし、ニビルでの
皇族としての地位を失うか、それとも妻を捨て彼の地位を維持するべきかの選択をしなければならなかった。すでにアヌ王や枢機卿たちの怒りを受けていたこともあり、彼以前のナムールの血筋を引いていたので、マードックは地位などクソくらえと言って妻を選んだ。しかしマードックは彼の親族を忘れることも許すことも決してなかった。彼の親族が自分を裏切ったと考えていた。それでマードックはエンリル派一派、つまりレプタリアン族との対決を宣言し、地球の支配者になることを望んだ。結局、この地球の支配者は、延期の息子であるマルドックと、エンリル派の流れを組むイナニナ・イシュタールの、二人の神ということになります。少なくとも、王が地球にいなくなるよりは良いと、マードックは考えた。そのため、イナンナと激しく戦った。イナンナというのは、エンリル派一派の女性であった。権力に溺れた二人のアヌンナキが原因で、その戦争により、何千人もの人間兵士が巻き込まれ、殺された。ゼカリア・シッチンによればですね、結局この二派が、人間を使って戦争したということになります。そして多くの人間が犠牲になったということになります。アヌンナキが地球を去ったとき、すでにマードックの妻、つまり人間は死んでいた。マードックの妻は神々のように長寿ではなかったが、アヌ王や枢機卿たちはその反抗的な性格により、マードックがニビルに戻ってくることを望まなかった。ニビルがプラネット X であるかどうかについては議論が続いています。しかしプラネット X がニビルでないという方が無理なのではないでしょうか。ニビルとプラネット X の軌道は一致しています。そしてニビルもプラネット X も3600年の周期で太陽を回っています。代わりにアヌ王たちはマードックを地球に残し、好きなことをさせた。もしマードックが地球の王になりたいというのなら、それはそれで良いと。が、神々はマードックがその基地を使ったり乗っ取らないようにと、最初に市内の宇宙基地を核で破壊した。シナイ半島及びメソポタミアのチグリス・ユーフラテス川流域には核攻撃を受けたらしいという痕跡が残っています。それについては別のところで私、林博士が証明しましたので、どうかそちらをご覧になってください。それ以来マードックがこの地球の責任者となった。少なくとも地球の大部分の支配者となった。マードックは現在私たちが地球のエリート、つまりイルミナティ、さらにはあるべき権力と呼ぶ実質的な派閥の権力者であった。ここで地球のエリートを意味するイルミナティという言葉が歴史上初めて出てくる点に注意してください。マルトックの周辺からそのイルミナティという言葉が出てきています。しかし彼はただ一人の責任者ではなかった。他にも地球エリートの部分を
操る別個の勢力があった。そのため、事情は複雑であった。近く、さらに詳しく調べることになる。神々が地球を放棄して以来、塩基一派、サーペント族、つまり竜族とエンリル派一派、ラム族、つまりレプタリアン族が地球に残された。そして彼らのうち何人かは、ニビル王国に対して忠誠を誓っていた。もちろん、マードックは明らかにそうではなかったが。こうして、延期の流れを組むマルドックと、そしてエンリルの流れを組むイナンナ・イシュタールとの対立構造が生まれたというわけです。もう一つ、外堀をしっかりと埋めておきます。マルドックが古代、ペルシャにおいてはですね、神の中の神でした。その証拠がですね、ゼカリア・シッチンの書いた地球年代記の中にあります。それをこれから紹介しますが、全文を翻訳してみましたが、その一部にそれが出てきます。それを皆さんと一緒に確認したいと思います。紀元前3000年から4000年の記述の中に出てきます。まあ、このように、まあ、ゼカリア・シッチンはですね、タブレットを解読してこのような事実を掴んだということになります。その中に次のようにあります。で、まあ、エンリル一派は第二次ピラミッド戦争を仕掛けた。ここですね。エジプトの支配権はラー・マルドックからトスに移された。ラー・マルドックとあります。つまり、ラーというのはマルドックのことだったのです。次の記述の中にもそれが出てきます。で、半神半人のデミコットがエジプトを統治したと。で、ウルクですね。建設されたと。で、イナンナ・イシュターの住処としたと。その居住区をエナって言うんですよ、皆さん。大変興味深いと思います。エナ。日本のエナさんに通じますね。まあ、語呂合わせは慎重にしています。そして、ラーイコールマルドックという証拠がもう一つ出てきます。注意深くご覧ください。ここですね。マルドック、カッコ、ラーはエジプトに戻った。つまり、マルドックイコールラーということになりますと、アフラー。マズダーのアフラー。それから、まあ、ここにもありますね。アラーフのラーも、みんなラーで繋がっているということになります。つまり、みんな同じ一人の神、マルドックだということになります。繰り返します。アフラーマズダーですね。アフラーマズダー。マスターは最も賢いという意味です。アフラーが神という意味です。ラー、エジプトの最高神ですね。ラー、これがマルドックだったというわけです。そして、イスラムで言うアラーフも、やっぱりラーという音が入っています。つまり、これらの神々は太陽の神、サンゴッド、つまり一人の神、マルドックということになります。ここが重要です。わかりますか？マルドックこそが、まあ、このペルシャでは最高の神であったということになります。それに果敢なく挑戦していったのが、イナンナ・イシュターということになります。まあ、こうして、二派の対立構造が
生まれたということになります。で、挨拶の仕方といいますか、現在の祈りの仕方も大変よく似ています。エジプトでは、まあ、相手にですね、手をかざして挨拶しています。注意深くご覧ください。手のひらを相手に向けてますね。まあ、これがエジプトの挨拶であったわけです。ただ、音が似てるというだけじゃないということです。アラーフ、ラー、アフラー。イスラム教では、手のひらをやはりエジプトと同じように相手の方に向けて祈ります。そして、ゾラスター教では手のひらをやはり天の神に向けて手のひらを向けて祈りを捧げます。まあ、祈り方も同じであるということですね。すなわち、皆一人の神、マルドックを信仰しているということになります。ラーイコールマルドックというのはそういう意味が隠されています。マルドックが、まあ、最高神であったということになります。ペルセポリスに残るカンピセス2世のお父さんも、キュロス2世もやはりマルドックを信仰していました。で、結論ということになりますが、今まで私が話してきたことをまとめれば、それがそのまま結論になります。まず、ゼケレ七章のこの文章を読んでください。マードックは現在私たちが地球のエリート、つまりイルミナティ、さらにはあるべき権力と呼ぶ実質的な派閥の権力者であった。そしてこれがジョー・プアビの墓から出てきましたゲーム版です。で、その中に目が出てきます。まあ、5つの、文様をですね、このようにもう一度並べています。20は、シャーマ氏の神聖数ですね。で、中央がシャーマー氏のシンボルマークです。そして右がシャーマー氏の浮き彫りです。レリーフです。で、もう一度ここを確認していただきたいと思います。バビロニアの神々の構図です。これはバウンダリストーンから起こした絵ということになります。そして神々の神聖数をもう一度確認していただきたいと思います。アヌオは60、エンリルは50、エンキは40、ニフルサーは12、シャーマーシュは20、そしてイナネシターは15です。イナネシターは8方向に伸びる金星を、まあ、シンボルにしています。ともかくここで40という数字が出てくるところに注意してください。40イコール延期ということになります。そしてその延期の息子がマルドックです。延期の息子がマルドックです。ここが重要です。そして、マルドックも同じ40を使っていたと考えてもおかしくないわけですけども、もう一度ここを注意してみてください。イナンナ・イシターですね。これは8方向に伸びる金星を使っています。そして25、これは50です。そして12、そして40ですね。20枠は10と数えます。まあ、くさび型で文字でもそのようにしています。ですから、まあ50というのは言うまでもなく、エンディルということになります。そして40が延期ということになります。20は言うまでもなく、シャーマー氏です。12がニンフルサングですね。そして40が、これが延期です。40延期、40延期、そしてマルドックと繋がっていきます。そしてその、まあ、40という数字、この目がですね、ウルから発掘されたハンドバッグのようなものに彫り込まれていました。まあ、それが物的証拠ということになります。で、これは、このバッグはですね、現地の考古学者たちはバケツと言っています。バケツなんか持ってるはずがありません。まあ、ともかくもこれがですね、そのハンドバッグのようなものですけども、ここには、いわゆるまあ、イナネシタの文様と、それから延期の文様が両方描き込まれています。目が4つですね、40。すなわち、目が4つイコール延期ということにつながっていきます。つまり、この目は、延期のシンボルマークということになります。そしてその延期の後を継いだ、マルドックのシンボルマークということになります。これが物的証拠です。すなわち、目は、キリスト教でいう、まあ、目ではないということですね。まあ、時代が全然合いません。いわゆるキリスト教が生まれるよりも、はるか昔にすでに、この目はあったということになります。これが、その証拠です。そしてこの目がですね、延期、すなわち、プロメテウスの目ということになるわけです。そしてこのプロメテウスの目が、このようにして表現されている。そしてそれがマルドックへと繋がっていくということです。なあち、
左上は延期ということになりますと、40、申請数ですね。それでつながりました。で、その模様がですね、目となって、ウルから発掘されたハンドバッグのようなものに織り込まれているということです。そしてその目が、現在のフリーメイソン、もしくはイルミナティのシンボルマーケットとつながっています。つまりこれは、キリスト教でいう、まあ、the eye of providence ではなくて、つまり、まさに、プロメテウスの目そのもの、延期の目そのものということになります。以上が林浩司が皆さんにお見せできる証拠と証明です。これはまさしく The Eye of Prometheus ということになります。プロメテウスの目です。いかがですか？ということで、まあ、これが、まあ、キリスト教が言うような目ではなくて、むしろキリスト教の方がですね、プロミシウスというのは、プロメテウスではまずいからということで、Eye of Providence に、言い換えたというふうに考えています。例えば、イシュタール教もイースターとローマンカトリックは言い換えています。まあ、いろいろとそういうふうに言い換えていますね。ですから、これは、こうした絵がカトリック教会の方から出ていますけども、こんなはずはありません。まあ、キリストの背中の方にですね、愛をプロビデンスがあると、まことしやかにこのような絵が発表されていますが、そんなはずはないということは皆さんもお分かりかと思います。つまりこれはプロメテウスの目です。プロメテウスの目です。Thank you.